はい、琴姫のヒーリングムービー、今夜の映画はスキンレスナイトでございます。9月16日からロードショーが始まりました。何やら怪しげな、はい、題名、はい、スキンレス、はい、しかもナイト、スキンレスナイト、これ怪しい映画でございましたよ。皆さんお楽しみに、はい、どんな内容なのか宮島さんにフレスを読んでもらいましょう。スキンレスナイト。加山はかつてピンク映画を撮っていたが、今は妻の知恵と幼い娘を養うため小さな AV 制作会社を経営している。刺激ばかりを求められる AV 業界に肌が合わなくなってきていた矢先、加山は学生時代に撮影した未完の8ミリ映画を偶然発見する。そしてまた自分で映画を撮りたい、あの頃の自分に戻ってみたいという衝動に駆られる。学生時代に憧れていて今はすでに結婚している元カノが住む家の裏にアパートを借り、加山は再会を果たした。過去の自分が抱いた夢と日々の AV の仕事の間で揺れ動くある日、加山が10日も会社を開けて行方不明になる。はい、ということでね、あの琴姫ね、これはね、はい、あのもう一つの男はつらいよだと思いましたね。要するに、まあ、家族を養うために、はい、ね、今もピンク映画作んないといけないんですよ、はい、でもお嬢さんがいらしてね、うんうん、お嬢さんには知られたくないんですよね。そうですよね。で、業界の方はもうどんどん刺激を求める、うんうん、でこの監督は映画に対してすごいね愛の気持ちがあるんですよ。だからたとえピンク映画であろうとこういう道筋ではなければみたいな、はい、そういった情熱があるんだけど、それは邪魔だよねとかってね、うん、言われちゃうんですよ周りから、うん、はい、でまさか自分の意見ばっかり押し通して会社はダメになったら困るじゃないですか、はい、そういった日々の中彼は苦しくて苦しくて仕方がない、うん、稼がないといけない。でもなんかこれってすごい攻めくですよね。もともとこの監督はものすごく映画が好きでこの映画の道に入ったわけです、はい、でもやっぱり食べていくには経済が基本ですよね、うんうんうん、好きで初めからピンク映画を撮っていたわけじゃないんですよ。昔撮っていて、はい、それでその頃の業績があるから今もお金の元にはなってるんです、うんうん、あれってなんかすごく儲かるらしいんですよやっぱり。でどんな仕組みになってるかはその業界の方にしか分かんないけれども、まあ、とにかくお金稼がないといけないですよね。お嬢さんいらっしゃるし、はい、うんうん、それでもそうしているうちにね、ある日のこと自分が昔純粋な気持ちで撮った8ミリの、はい、あの映画を見つけ出して、そしてしかも元カノのことを思い出して、でね、すごいこの監督はね粘着気質だと思いますけど元カノの居場所を見つけて、はい、裏のアパートを借りるわけですよ。それはすごいですよね、ちょっと行動力が。それ毎日元カノのことを見てるのよ、見てるの。それはでね、はい、再会も果たすのよ、はい、である意味これ奥様に対しての裏切りだけど、うんうん、でもやっぱり家族のためじゃなくて彼はあの自分も生きないといけないじゃないですか、はい、だから多分昔の純粋だったその8ミリの映画を撮った頃の自分と、それからその頃に好きだった彼女のことをとてもとても自分はこう大事に思えた時期なんだと思うんですよね、うんうんうん、そして果たして最後これどうなるんでしょうか、はい、題名に反してものすごくいい終わり方をするスキンレスナイト、はい、ぜひ劇場でご覧くださいませ。気になる。 Remember